願いします。うっす。アニメ、今日は皆さんに強くなるために絶対やってほしい筋力トレーニング、こちらについてご紹介をさせてもらいたいと思います。うっす。強くなるためにはですね、この種目は絶対に欠かせないんじゃないかなと思います。でこの筋トレに関してはある程度重さあった方がいいので、まあ、今ね24ジムとかいろんなジムもあるんで、僕の動画見て、まあ、真似しながらやってみたりとか、まあ、パーソナルトレーナーの方にお願いしてフォームを見てもらいながら動作習得をしてもらうのもいいんじゃないかなと思います。格闘技強くなるためにはこの種目は絶対に捨てちゃいけないと思ってます。よし。ということで早速紹介していきたいと思います。やってほしい種目、これ何かというとデッドリフト。まあね、死ぬほどきついね、上げ方とか、まあそんなのいろんな由来があるんですけど、まあ、デッドリフトっていうのは、まあ、本当にきつい種目です。で、物を床から持ち上げてもらう、そんな種目になります。ぎっくり腰とかをやりやすい方とかも最低限フォームを覚えてほしいです。で、日常生活の10キロくらいのものは持ち上げるシーンはあるんですよ。例えば子供だったり米だったり、米持ちまーす、よいしょ、これ正しいデッドリフトのフォームでやってれば基本的には回避できる、リスク回避です。生活の質を向上するためには基本的にはデッドリフトっていうのはお尻を突き出して背中胸張った状態で床から持ち上げてもらう、この姿勢です。正しい姿勢がいいよねと、まっすぐ起こせた方がバリエーション上がるよねと、連動もしやすいよね。姿勢を良くするために何が必要なのか、お尻の筋肉だね、背中の筋肉だね、これ全部入っちゃいます。ほら、お尻突き出して背中まっすぐしてそのまま持ち上げるだけ、お尻、背中、ましてはもう後ろ、これ全部これで入っちゃう。だからすごくいいんですよ、全体の後ろの筋肉メインで連動してくれるタイプトレーニング。だからやってほしい、めちゃくちゃやってほしい。スポーツパフォーマンスで一番大事なのって皆さんどこか分かりますか？これは股関節です。ここ、これが一番体の中で一番力発揮が強い、これが股関節。下肢伸展力、足の付け根を伸ばす筋力がスポーツパフォーマンスは一番これ大事なポイントになってます。ではここからですね、デッドリフトのフォームを今日は教えていきたいと思います。これ今10キロのプレートなのでちょっとちっちゃめです。まあ、基本的には膝下、爪の真ん中くらいにバーが来る位置くらいから床から上げてもらう、よいしょ。これがいわゆるデッドリフト種目ですね。体から離れる、体から離れると腰に負担が来るんです。なんでかというと人間の体でそのつなぎ目に、まあ、中心部に負担が来てしまうのはやっぱり痛める原因になっちゃう。だから荷物を持ち上げるときもなるべく体の近くにしてほしい。遠くだけど腰に来るから、だからなるべく近づけちゃう。もうね、膝と爪が合うから、この状態で丸まってる背中をぐーっと、で基本的には膝より肩が前、膝より肩が前に、これがこうなるとこっち、はい、まずは膝より肩が前に出る姿勢を作ってもらって、この状態変えずに床から挙上する、そのまますらせながらゆっくり、もう一回、よいしょ、はい、こんな感じで、体からなるべく近づけた状態で背中腰を張ったままで床から物を持ち上げる。こうするだけでもも裏、お尻、背中、この筋肉全部使えます。だからなんか家とかに物があるとき重たい荷物が持ち上げようかな、よし、あっ、これ危ないから、なるべくこう近いところから持って物を持ち上げてもらうとかすると結構ね、ぎっくり腰とか予防になるんで、こういうのもぜひねやってみてください。最初は本当に軽い重さ、もしくはパーソナルトレーナーの方にですねご覧になった方がいいです。アスリートだけ筋トレすらいいって思ってる一般人めちゃめちゃ多いんですけど、一般人は日常生活が試合みたいなもんなんです。毎日の、生活を快適にするためには継続的に筋力トレーニングを行ってないと絶対ダメですからね。いきなり襲われました、運動不足です、バズっちゃったみたいなさ、ね、走れません、どうやって身を守るんですかって話なんです。これくらい重さをねがっつり持ち上げられるくらい筋力あります。そういう人だったら襲われても絶対逃げられるんですよ。人をね制圧するまで強くなる人はないかもしれないですけど、身を最低限守る、日常生活でパフォーマンスを上げる、そのためには筋力トレーニングですね。まずはベーシックの筋トレをしっかり覚えてください。また家でできる自体重のトレーニングもあります。ストレッチも全部上げてます。見ながら真似しながらぜひですね
自分の身を守る、それをやれるようにですね、ぜひ運動習慣つけて習得していきましょう。はい、という感じで今日の動画は以上で終わります、最後までご視聴いただいた皆様本当にありがとうございます。何かね、質問ある方はぜひコメント欄からお待ちしております。ということで、ありがとうございました。